じゃあ、まあ、マジックといえば、まあ、トランプですね。はい。じゃあ、1枚どれでも構いません。あ、取るんですか。はい、1枚選んでいただいて。この前、うちの親戚のここやってたな。ああ、本当ですか。うん、じゃ あの、見て覚えていただいて大丈夫です。うん、いいですかね、はい、いただきます。あ、親戚の子、そうか、中学校2年生、ね、そうそう、はい、ってなると結構もしかしたらできるかもしれないですね、いろんなマジックが。一人に混ぜておきます。はい、で、すごい簡単なマジックします、はい、当然今一番上のカードは選んだカードないですし、はい、これも違うんですよね、はい、揃えて指を鳴らしてやると選んだカードが一番上に上がってます。はい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 、テレビで見たことがあるやつですね。はい、はい、本当良かったです、良かったです、本当ね。はい、クラブの4を大体トランプの真ん中ぐらいに入れて指を鳴らしてやるからクラブの4が上がってます。もう一回いきましょうか。クラブの4をゆっくり真ん中に入れて、ここで指2回鳴らすと当然一番上には上がってこないです。上がってこないときはこのカードを袖でこするとクラブの4に変わるんですね。すげえ。すごいですね。ありがとうございます。ここが高いんですとか言いながらね。だから僕、そうですね、昔結構、今もでもまあ出ますけど、現場には。うん、はい、なんでこれ、どうやるかっていうと、カードをゆっくり真ん中に入れた後に、うん、ちゃんと指を鳴らせば必ずクラブの4上がってくるんですよ。うん、なんで指を鳴らす練習です。難しいのはクラブの4をこうやって折り曲げて、うん、曲がっているのでどこにあるか分かるんですね、これ。ああ、はいはいはい。上がってくる瞬間が見えますか。いきましょう。ワン、ツー、スリー。ういっ、うわー。はい、はい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 、すごい。ありがとうございます。こんなことをずっと毎日やってますね。それはどういう仕組みなんですか。これいろいろありまして、うん、練習すれば誰でもできるんですね。そういうのはあの、はい、教えてくれるところがあるんですか。そうなんですよ。これうち、まあ、うちはマジック教室もやってるんですけど、うん、あの一応 YouTube 上でいろんなのを週、まあ、一週一個ずつマジックをレクチャーしてます。で一応見ていただければ順番に、うん、一応こういう基本的なトランプだったら基本的な動きから全部できるのを毎週1本ずつ上げてます。あ、はい、そうなんです。本当にあ、そういうことね。じゃあ、はい、あの昇さんの動画を見るといつの間にかそうなんです、あの手品ができるようになってくると。はい、そうなんです。そしたらうちの甥っ子見てるかもしれないな。ああ、本当ですか。そうそう、うん、多分ですね、うん、あの叩かれてるやつもあれば今ね、それやってたもん、はい、この前。ああ、本当ですか、うん、あ、じゃあこういう感じでしたかな。お、ちょっとあれ覚えてないですけど、うん、はい、いろいろ多分こういう動きとかは、それってそういうののネタバラシもしてるんですか。ネタバラシもして、まあ、簡単にできるやつが多いですけど、うん、本当誰でもできそうなものを、うん、はい、それネタバラシしたらなんかそういう業界の方からクレーム来ないんですか。どうなんですかね。結構クレーム来てるかもしれないですけど、あんまり気にしてない。あんまり、はい。いや、だって業界の人がさ、それバラシされちゃったらさ、はい、なんか変な中学生が俺それできるみたいな話になったらまずいじゃないですか。はい、なんとも表現できないんですけど、うん、僕自身の思いは、僕はもっと広まればいいと思っているので、うん、もっともっとみんながマジックを楽しんでやれる空気というかですね、ほとんどのマジシャンの人が、マジックを見たい人に見せてるんですよね、うん、ではなくて僕は興味のない人がマジックを見て笑顔になるっていうのが思いでやっているので、うん、ちょっとその感覚が違うところが多くて、うん、まずはまあ楽しくみんなが覚えていただければいいかなっていう感じで、はい、やってますんで、そのですね、なぜこうマジシャンをやろうと思ったんですか、最初のきっかけは。最初のきっかけはもう完全にモテたくてなので。モテる？はい、本当に大学時代にモテたくてスタートしてますんで、そこがちょっと違うんですよね。なんか不思議なことを覚えたくてとか、そういうわけじゃなくて、動機が不純なんですね。動機が不純なんですよ。飲み会で女の子は女の子と仲良くなりたいっていう、マジか、はい、それだけで始めてるので、言ったら飲み会でマジックやりますって、うん、めちゃくちゃ引くんですよ女の子って、うん、よく考えたら、うん、うわキモとか、うん、なるところを普通のマジシャン、あ、普通にマジックやってる人がやるとそうなるところをいかにわ楽しそうって思わせないと見てもらえないので、興味がもともとない人がこっちに気を引いてもらえるものが僕はマジックだと思っているというかですね、この楽しさをいかに伝えるかと。なんで、うん、コミュニティで行くとどうしてもマジック俺すごいよ知ってるよっていう会話になってしまうので、うん、それは僕にとってみるとすごい苦痛で、うん、全然面白くないというか、うん、そのネタをやっても一般の人はもう一切受けないしとか、うん、
って思ったりするので、まあ、でもだからトランプネタだとあれでしょう、はい、あんまり大人数の前ではできないから、はい、なんで僕はもう鳩出したりとか、人イリュージョンやったりとか、あそんなのもできるんですか。できるんですよ。一通り一応やれるというか、道具も全部持ってるので、そのカードマジック以外のものっていうのはほぼ資本力で、お金があれば売ってますんで。そうみたいですね、はい、それをいかに買えるかっていう話で、はい、なんでやっぱ中学、それはやっぱり、はい、なんていうんですか、そういう協会かなんかがあるんですか。いや、まあ、一応協会自体はありますが、全員が全員そこに所属してるわけではないですし、協会に所属してるから、マジシャンとして生活できてるかっていったらまたちょっと別の話なので、買える人と買えない人の差は何なんですか。あ、普通にマジックショップに売ってます。じゃあ素人が行っても買えるんですか。買えます買えます。そもそもマジックショップってどこにあるんですか。ですね、東京にもたくさんありますし、名古屋にもたくさんあります。あ、そうなんですか。名古屋だと 2,3 店舗で、東京だとですね、何店舗かある気がしますけどね、はい、検索したら結構出てきます。じゃあ金額によってそのイリュージョンの凄さが変わってくると、そういうことですか。ですね、多分ですね、現象の派手さで変わるじゃないですかね。何ですか。現象の派手さ、あで金額が変わるような気がしますが、はい、かなりするんでしょうね。そうですね、安いものから高いものまで、需要がね、はい、ないので100万超えるものもあれば、うん、はい、数万円のものもあれば。でもプロからしてみたら、おお、この前それはそこの大手町のショップに売ってたみたいなのがあるんでしょうね。はい、ほぼなので、プロの基準っていうのが基本的にはないので、資格制でもないので、なので僕自身が、まあね、その YouTube 上でも言ってて、言ったら叩かれたこととしたら、僕が思うマジシャンっていうのは、マジックでちゃんと生活してる人のことをマジシャンだと思っているので、じゃあそれをネタを買ってこようがなんだろうが、はい、もうそのマジシャン、普通の一般サラリーマンよりと同じ額を、そのマジシャンとして現場出たりとか、マジックをすることによって稼いでる人のことを僕はマジシャンという職業だと思っているので、普通に僕より上手い人なんて5万といるんですよ。僕多分、どうだ、そう、僕より上手い人はたくさんいます。ただ僕の方が多分仕事が多い方の方が僕の方が多分仕事は多いんじゃないかなとは思ったりするので、なんでこういう話をすると叩かれるんですね。技術もないくせにとか言われるので。それは例えばデパートとか、さっき言ったどっかのショップのところからオファーが来ますよね、はい、そのオファーが来るきっかけっていうのは、やっぱりウェブを見たり YouTube を見たりっていう宣伝から来るんですか。がほとんどそれがないので、ほとんど自分の足で営業か飛び込み営業で結婚式場回ったりとか、僕こういうのやりますけど、はい、こんなのにどうでしょうかみたいな、で飛び込み営業してご契約いただいてやっていくっていう感じ。そういう時はやっぱりカードがマジックだとなんぼ、はい、イリュージョンだとなんぼっていう計算ですか。そうです。そうするとですね、向こうも分かりづらいので、ほぼ一律、時間でなんぼと、もう一律、1イベントなんぼと、1イベントいくらっていう、1日拘束で何回パフォーマンスやろうがこの金額なので、その方がいいですよね、はい、分かりづらいので、金額設定が、はい、でそれ金額は言えないんですか。あ、言えます。金額はだいたいいくらぐらいなんですか。ですね、5万7万5千15万っていう感じ。あ、意外とリーズナブルですね。リーズ、はい、あー、はい、あ、それだったらちょっと会社で雇おうかってなりますよね。会社のイベント、会社の忘年会とか新年会とかの時に、じゃあ一回呼んでみようかとか、で楽しいってなると、また口コミで広がっていくと、はい、なので僕がそのお客さんに言うのが、1年に1回だけでいいので使ってくださいってお客さんに言うようにして、それ会社だったら領収書なんて書くんですか。領収書はお客さんに合わせ、領収書大体パフォーマンス代とか、正直に書くんですね。普通に書きます、はい。うちの会社だったらちょっと経理落ちないな。そうなんですね。パフォーマンス代じゃ落ちないな。なんか余興費とかいろいろ、そういうのがあるんですか。はい、データをしております。まあその宴会ごとなのでなんですかね。それはすごいな。いえ、ぜひ呼んでいただければ、はい、気軽に呼びます。それ全国各地行くんですか。全国各地なんで、そういうのをやってる時のそれこそ動画を撮って、
例えばなんとかタウンでこんなのやりましたみたいなので紹介したらいいですね。そうですね、そういうのも本当やりたいんですけどね、そうですね、誰スタッフとかちゃんと撮って編集すればいいですか。定点で撮って、定点で撮って、そうですね、僕だけが映ってればいいですもんね、なんか他の方が映るとなんか問題があるんじゃないかっていうのがなんか突っ込まれたことがあって、でもお客さん後ろから撮ってる分には大丈夫なんじゃないのかな。そ、ね、そのデパートだったらデパートの許可だけ取って、許可を取ってってことですね、はい、なんで許可が得るところ、イオンさんとか行けるんかなとかちょっと分かんないですけど、イオンさんってこの前ねマジシャンの方がやっぱ後ろで撮影してるのもいましたよ。本当ですか、うん、自分用で使うのだったら OK なんですけど、それを公開するのとちょっと確認しようかな、はい、いやなんかっていうのは初めて例えば契約しようみたいな時にどんな感じなのかなっていうのちょっと見たいですよね。あ、そうですね、なんでなんかサクサクとね、これがイオンさん、これがヨーカドーさんみたいなのでこう編集してね、出したらすごくいいのかなって今思ったんだけど、すごいこれマジシャンのやついっぱいありますよ。これ買えるんですか本当に。はい、マジックグッズは普通に売ってますんで、もうあとは買って練習していただければ。金かよ、金の世界だよ。もうであとはただ、パフォーマンス能力、その喋りですね、喋りというか、なんだろう、人となりというかですね、この人面白そうだなってないと、やっぱ興味がない人は、マジックバーとかは別なんですよ、マジックバーはお客さん花からお金を出されて座れる方に見たい人に見せるので、ただイオンとかその住宅展示場とかでもそうですけど、見に来てるお客さんはお金出しませんから、そのなんていうかね、見ないんですよね基本的には。その人たちを引きつけるための演技さえできれば僕は仕事があると思っているので、はい、まあ、それはそうですよね。デパートでもその展示場でも、はい、客の足を止めるっていうのが仕事ですからね。ね、本当に。それができないと、はい、プロとしてどうよっていう話になりますよね。はい、その部分って、皆さん勉強しないんですよね、その部分で。仕事の取り方だったりとか、マジックをやられる方は、マジックは一生懸命勉強するんですけど、それ以外の部分はなかなか、その人とのコミュニケーションだったりとか、いかにどうやって仕事を取っていこうかなとか、その部分はなかなか。そうですよね。マジックの一番辛いところは、何百時間何千時間練習したとしても、本番失敗すると、そうなんですよね、その何千時間は無意味とかするんですよ。そうですよね。なんで結果でしか評価されないので、まあ、それはそうですよね、はい、過程の部分が、いや頑張ったから良かったねとか、そういうのが全く評価されないので、辛いところですね。辛いですね、はい、なんでどんだけすごい人って言っても、本番失敗したら、もう全くすごくないので、そうですよね、はい、そこが辛いところですよね、はい。じゃあうちの甥っ子みたいにその、中学校2年生で今マジックハマってるみたいな子は、のぼるさんのとこ来れば何かグッズが買えると、そういうこと。グッズは、そうですね、グッズはたくさんあるので、はい、買える。そのサイトを見ればぴゅっと買えるようにはなっていると。Amazon で、Amazon でも買えるんですか。 Amazon でくまモンのマジックグッズをたくさん売ってまして、くまモンシリーズというのを、ですね、はい、売ってます。あ、手広くやってるじゃないですか。いえいえ、そういう言い方とか、ちょっとなんかみんなを笑顔にっていう、笑い驚き感動を提供するっていうのを思いでやってます。それがコンセプトなんですね。会社の理念は、笑いと驚きと感動ですね。はい、全ての人に笑い驚き感動を提供するっていうのが会社の理念で、やってます。やっぱそういう理念って重要ですよね。そうですね、なんでその本当の根底は、まあ、モテたいからスタートしてるので、ただモテたいからスタートしてますけど、見せたら、みんながすごい楽しんでくれてるっていうのは、あ、自分の演技で良かったんだなと思って、なんかすごい、まあ、現場とかで技術のある方々と一緒になってパフォーマンスしますが、やっぱり自分の方が受けが良かったりすると、自分で良かった、この演技でいいんだなって思ったりすることが多いので。でもまあオーディエンスによっても違いますよね。はい、なんでもう、はい、そうですね、オーディエンスはとマジシャンからの評価とオーディエンスの評価は全然違うので、それはそうですよね、はい、で僕はオーディエンスからの評価を気にするので、マジシャンからの評価は全く気にしないので、はい、まあ、とかくね、小学校低学年なんていうのはね、うんことおっぱいでこれ やってればいいわけですからね。
そういう世界ですもんね。マジシャンにそんなこと言ったらね、もう何やってんだと、島の間で受けてんじゃねえよと、そういう話になりますもんね。はい、これで会社設立して何年目なんですか？9年ですね。あ、9年、はい、あ、もうかなりのあれですもんね。34、あっという間ですね、34ですね。34ですか。まだこれからですね、山あり谷ありですね。ですね、本当に、多分あともう数十年経つと、はい、あの息子さんがタバコ吸ってバイク乗ってふざけんじゃねえよ、売ってるねえよとか言いながらね、バイクかっこいいですもんね。やってるんでしょうね、きっとね。バイクいいですよね、バイクかっこいいなと思って。ということでね、今日はマジシャンのぼるさんのところにね、お邪魔しました。また来週。ありがとうございました。はい、OK です。これなんか喋っちゃいけない話ありました、そのまま流しますよ。あ、全然大丈夫ですか？